はい、NHK をぶっ壊す。2022年、令和4年、3月9日です。夜の10時47分です。最近まあね、このガーシーの話をずっとしていまして、まあもちろんね、NHK の裁判、明日も2時半から、東京地方裁判所407だったかな、NHK との裁判があります。これもぜひ面白いんで見に来ていただきたいんですが、東京地方裁判所です。で、今日も、まあ、今回もこのガーシーの今放送が終わりまして、まあ、ヒカルくんのことについてですね、今日は語ってました。その前にヒカルくんが9時半から先にツイキャスライブをしてたんで、ヒカルくんのライブをちょっとまあ見ながら、聞きながら、裁判資料を作ったり、まあ、仕事をしながら聞いてたんですけども、まあ率直に僕の感想なんですが、ヒカルくんは、とても賢くて潔くて、こうやっぱすごいなと思いましたね。いや、僕はちょっとね、ヒカルくんのこういうそのやらせをやってたっていうこともちゃんと認めていまして、まあ僕自身は知らなかったんで、やらせってのはもうどっかでカミングアウトしてるようなんですね。で、やらせをしてたのが2年前なのか3年前なのか4年前なのか、ちょっとそこまで詳しく知らないんですが、いや、ちょっとそこはね、僕、本当にヒカルくんのですね、頭の良さと潔さと、なんていうのかなぁ、すごいものを感じましたね。とにかく彼はやっぱりカリスマですね。まずこれがヒカルくんに思った。夜、ヒカルくんは一切逃げなかったですし、逃げてないし、もう本当に彼によって周りに迷惑をかけちゃってるから、それどうしたらいいのかっていうことを一生懸命考えてたんで、とにかくヒカルくんの今日の対応って僕はもう100点満点だと思います。で、その後30分にガーシーがですね、生放送を始めたんですが、まあ、それをヒカルくんが見ながらコメントを、まあ、ヒカルくんが喋ってたんですけども、まあ、ヒカルくんはもう電話もするし、まあ、コラボしようと言ってたんですけど、電話番号知らないと。ガーシーが、ガーシーの電話番号をヒカルくんが知らないから、で、ライブ中に、ダイレクトメールでね、電話番号を送ったりとか、まあ、そういうことをしてて、一生懸命、まあ、連絡を取ろうとしてました。ね、まあ、結果としてはですね、まず一つ、ガーシーがヒカルくんに謝罪してました。それはもちろん、ガーシーがヒカルくんの名前を使ってですね、詐欺的な、まあ、行為をしたことについて、ガーシーはそこは素直に謝ってました。もちろん、いわゆるその詐欺的なことですね。いわゆるまあ、ちょっとお金をね、騙し取った人に対しては、必ず返すからということは当然のごとく、まあ、ちゃんと謝罪をしてたと。ガーシーがまあ冒頭、ヒカルくんと騙した相手に対して謝罪をしたということ。で、ガーシーはすごい怒ってたのは、コメント欄に謝罪をしただけでね、とツイキャス、あ、ごめんなさい。ツイッターの DM でね、謝罪をした。だから直接謝りに来いということと、その昨年の12月10日に出した、アップロードしたですね、再生回数が200万回いってるんですけども、この動画を消せと。その動画が上がってる以上は、その、ガーシーのやっぱ住所とかがわかるので、その関係で、消せということです。ヒカルくんはもう直ちにその動画消してました。もうやっぱ素早いですね、ヒカルくんの対応が。で、三つ目何だったかな？三つ目の要求がですね、消すだけじゃなくて、やっぱり自分の動画で、ガーシーのことを言ったから、自分のチャンネルで、ね、いわゆるヒカルくんの自分のチャンネルで謝罪したらどうだという提案をして、あ、別にそれはそれでヒカルくんやるよっていうようなことで、要は、ガーシーが一方的に喋って、それをヒカルくんがその場で回答するっていうような流れで進みました。で、僕はそのガーシーの潔さもすごいなと思います。まあ、これ以上謝ってくる人に対して、ガーシーも攻撃はできないし、するつもりもないようですし、まあ、もともとだからなんていうのかな、なぜ、まあ、ちょっとヒカルくんに、まあ、言ったのかっていうのは、僕もちょっと、まあ、確かに住所をさらされてですね、ガーシーの家族に被害が行ったっていうことが一番の理由だということで、まあ、理由はその通り、そこでおっしゃってるんでしょうけども、まあ、二人とも非常にやはり、
ヒカル君はね、黒船が来たって表現します、ガーシーのことをね。僕も本当それはそう思います。だから、そういう意味では二人ともこれから配信の世界っていうかね、このネット上で残っていくと思います。で、一方で逃げ回っている芸能人っていうのは、このようなガーシーの、まあ、出現によってですね、どんどん潰されていくと思います。本物だけが残る時代になると。こういうのがすごい僕の、こう、ガーシーチャンネルとですね、ヒカル君のチャンネルを見てて、今日の配信を見て思いました。ということでね、まあ、とにかくね、嘘をついてるやつが僕嫌いで、こう、本当に、こう、政治家にも本当これをやってほしいんですね。今日の本当ヒカル君の対応っていうのはもう素晴らしかったですね。逃げることもなく、自分が素晴らしい人間ということも、これガーシーもそうですけどね、自分が100点にわけじゃないと。だから、そのね、潔さが僕は政治の世界にも本当欲しくてですね、芸能人にも欲しいと思っていてですね、まあ、そこを本来こう、えぐっていくのが NHK とかいう報道機関であってね、まあ、日本の場合はそれが癒着状態になっているということですね。あとちょっと一つ気になったのは、ガーシーがね、選挙に出るっていう話はどうですかみたいな、政治家になる。彼は一夫多妻とか多夫多妻のことについていいよって言ってたけど、僕はそれずっと前から言ってますからね。島田紳助さんもそう言ってるんですよ。ぜひね、まあ、直ちにっていうことはないでしょうけども、ガーシーも気が向いたら政治の世界の方に、ちょっとね、関心を持っていただければ、面白いなと最後に思いました。まあ、いずれにしても僕はこのガーシーとヒカル君は、もうちょっとしたら、これ二人で仲良くコラボしてると思いますよ。ガーシーが一人で喋るよりも、ヒカル君が結構こう、聞いていって、こんなことがあった、こんなことがあった、みたいな感じで、暴露ネタを二人でやった方が、僕はなんか面白いんじゃないかな。そういうちょっと二人でね、うまく YouTube の中でコラボしてる姿が今日想像できましたね。もう、少なくともガーシーがこれ以上ヒカル君の悪口を言うことはもうまずないでしょうし、近い将来二人がコラボすることも間もなく、近い将来あると思いますので。でその後ね、まあ、暴露が終わった後、田村厚さん、ロンドンブーツ1号2号の田村厚さんとガーシーのまたコラボっていうのを楽しみしながら、ガーシーのチャンネルをこれからも眺めていきたい、一番としてね、眺めていきたいと思っております。以上です。明日ね、NHK との裁判ありますから、ぜひ2時半から、で、3時から M1、N1 グランプリの、決勝で、一番大事なところ、N1 グランプリの明日、決勝があります。ライブ配信するのかな ?3 時半からかな、ホリエモンこと、ホリエ貴文さんが審査委員長で、優勝賞金1000万円の N1 グランプリも行われますので、こうご期待ください。以上です。NHK 党党首、立花隆が NHK をぶっ壊。